はい、水口です。今日はジェットセッターの 50S と 80S が届いて、50S はもう発送し始めてる、もう多くの人に渡ってるんですけど、 80S は明日からかな、やっと発送ができる予定になりました。ケースが遅れていて、これジェットセッター 78C と同じケースなんですけど、やっと明日届いて、いや本当ね、本当申し訳ないです。1ヶ月ちょっと遅れましたね。もう本当僕らは参っていて申し訳ないなと、はい、でちょっとそのこのロットのね解説を改めてちょっとしたいなと思っていて、はい、でどっちからいこうかな。じゃあこの 50S の方から。 50S の方はこれは3ピースになるんですね。まあパックロットってこう分かれれば、たくさん分かれればいいっていうわけではなくて、バランスなんで、この長さだと3ピースがいいという判断をしてですね、これ4ピースも作ったんですけど、3ピースが一番バランスが良かったんで、次数は2つ、要は3つの、ブランクスをつなげてね、全体が映らないですね、こう柔らかい、しなやかな、そうですね、映らないね。まあ、すごいしなやかなサウンドなんですけどですね、はい、あ、こうかな、こうですね、こういうしなやかなサウンドです。でスピニングなんで、なるべく小型のリールがありますね。今これダイワの2500番台ですけど、これもまあバランスは悪くないです。まあ、もっと2000番とか1500番とか、まあ、1000番でも合いますね、これで。で、例えば TU01 っていうリール、スピンキャストリールですね、これ、トライアングル。こういうリールをつけると、要はこのレバーで、ね、このレバー。レバーで操作するスピニングリールなんですけど、こういうリールを つけると子供でも使いやすいね、リールになるとですね。はい、でそもそものコンセプトは、まあ大人がね小場所で釣りをするためということも一つで、もう一つはお父さんと子供が釣りに行くときに子供に渡せる竿っていうことでも考えた竿なんですよ。だからすごくバランスに気を使ったし、軽さっていう面でも考えたし、まあただ軽ければいいっていうわけではなくて、この手元でバランスが取れるようにね、バランス取りしてます。ここでこの手のところでバランスが取れると、竿ってほとんどもう軽さ、重さを感じないんですよ。だから例えばこうした時にこうなったりとかね、グリップの方が重かったりとか、竿先が重い、持ち重り、こう持ち重りっていうのかな、こうなったりすると重く感じるんですよね。だからこう平行になるように作った竿です。でこのジェットセッター 50S で名前はね、リコっていう名前です。で、なんでリコっていう名前にしたかっていうと、最初はジェットセッター 50S っていう名前だけだったんですけど、これ最後テストしたのが、僕がパタゴニアにね3週間ぐらい行ってる時に最終テストにしたんですよ。その時に一番釣れた川が、リコ側だったんですよ。リオリコっていうね、リオリコ。リオって、
川っていうんですね。リオネグロ。リオネグロだとよく行くアマゾンのネグロ川がリオネグロっていう名前なんですけど、川でしょ。リコっていうのは逆じゃないか。ね。ここにね。ここにリコって書いてあるでしょ。で、ここにトラウトのモチーフが入っていて、まあ実はこのトラウトは制御の手前のトラウトの絵なんですね。幼魚までいかないけど少年トラウトみたいな、トラウトの少年。なんかその若い魚をここに描くことで少年だとか、なんか小学校ね 1,2 年生幼稚園の子でも扱える竿っていうことで完成することができました。で、まあ、スピニングリールなんで結構軽いルアーも投げられるんですけど、そうですね、まあ、1グラム以下も投げられますね。姉妹竿で兄弟竿であるジェットセッター 46C とほぼブランクスは一緒で、そうですね、長さはこっちのが若干長いんですけど、全体が長いだけで、実はこのここのセカンドハンドルの部分が長くて50になってるんです。だからこのリール装着位置、リールシートの位置から竿先までの長さはほぼ一緒です。で、実はこのジェットセッター 46C はこういう形になる予定だったんですよね。で、ご存知の通りシングルハンドルで製品化されましたけど、最初はこうセパレートハンドルが作られてました。で、このセパレートハンドルがついた状態でスピニング板にしたっていうところから開発が始まって、ちょっとバランスとかはちょっと違いますね。で、まずガイドが違うので、ガイドが違うとこの曲がりとかこの柔らかさっていうのも全然変わるんですよね。で、ガイドもこのいわゆるトルネードガイドがついてます。アメリカ製の、見えますかね、レンズに当たりそうですけど。で、このトルネードガイドをつけることで少しだけ飛距離が伸びます。ライントラブルもね、こっちの方がないかもしれないですね。ライントラブルそんなしょっちゅう起こらないんで多くを検証してませんけど、こっちの方がいいような気がしてます、今は。い。で、推奨ラインは本当に細いラインが使えます。 0.403 とか使う人いるのかな。04から、太くてね、1号までですかね。それ以上使うと竿が負けてしまうんで1号まで、まあそれぐらいまでの太さが使えれば、日本のね小物釣り、これ大きいのがかかっても大丈夫です。これもね、柔らかく粘るというジェットセッターのコンセプトはやっぱり受け継いでいて、こう曲がって粘って、まあ、こうじっくりこう曲げてですね、こうブルブルブルっといって、大きい魚が弱るまで戦えるというか、まあ、そういう意味では曲げて魚とのやり取りを楽しむっていうことにおいては、60C とかあと 64S とかそういうところに通じる面白さがあるサウンドですね。で、これはやっぱりね、買ってくれた人は子供さんがいるお父さんが多いんですけど、46C と同じでね、軽流でスピニングを使いたいね、その時にこの竿はすごく役立つんじゃないかなと思います。で、ケースは 46C は布のケースに入れてましたけど、これはこれまでのジェットセッターシリーズと同じでこのグリーンのケースにね入れてお送りします。これはね、ちょうどこのケースにぴったりになるように作ってますね。
ったりでしょ。で、今日はスピニング特集ですね。やっぱり50です。まあこの竿もね、本当面白いので、やっぱりね、柔らかいというよりはしなやかな竿っていうのは面白いです。キャストする時も曲げて曲がったの竿が曲がるじゃないですか。曲がってね、この竿先でこう曲がって復元するじゃないですか。復元する力でこうピュッと投げるっていうのは本当面白いです。硬い竿でこう投げるっていうのはこの振りの素早さで投げてるところがあるんですけど、この曲がりをねこう利用してこうピュンと投げるっていうのが元々の釣り竿の性能なんで、それをねパックロットで再現できたんじゃないかなと思います。そして、今度は5フィートっていう長さに対して今度は長い8フィートであるジェットセッター 80S ですね。これも長いの全部つなげませんけど、ね、ここにねイカのようなピント、最近ピント合わせるの上手になってきたと思うんですけど、どうでしょうか。こうやって、ね、手を添えるとこうピントが合いますね。はい、エギングロッドっていうのがもともと汎用性の高い竿なんですよ。エギングロッド1本あったらシーバス釣りもできるし、例えばね、まあ、専門ロッドにはもちろん負けるんだけど、ヒラメ釣りやったりとか根魚釣り、あとはねトラウトもいいし、バス釣りをやってもいい感じにやれると。まあ、だからエギングロッド1本あったら大体の釣りができるっていうのが、まあ釣りをよくする人たちの通説ではあったんですけど、じゃあとジェットセッターっていうのは、まあ、汎用性の高い竿、何かを基本としてそこから汎用性を高めるっていう、ね、考え方で作っているので、まあ、エギングロッド、僕もエギングが大好きなんで、今年でもエギング何回か行ってるけど恵まれませんね。本当今のところ僕はあんまりよく釣れてませんけど、うん、エギングを軸としていろんな釣りに行ったらいいんじゃないかなと。で8フィートっていう長さはまたとても有利な場面が多いんですよ。やっぱこの長さがあるとそんなに重くないルアーであってもキャストしやすいし、足場が高かったりとか障害物が足元にある場合に長い竿だとこう回避したりとか、こう取り回しがしやすいっていうこともあってとても有利な竿です。で8フィートっていう長さの割にはすごく軽くできたと思うんですよ、うん、で柔らかさも程よいって言ったらあれですね。エギングをしゃくるためにはですよ、レギュラーよりもレギュラーと先調子の間ぐらいがいいと思ってですね、先調子すぎても良くないと。だから割と昔で言うところのレギュラーというよりはややこう先調子寄りみたいな感じかもしれないですね。でさっきの 50S と同じようにしなやかにできているんで大きい魚がかかっても大丈夫と。で実はこれこの竿もパタゴニアに持って行って、この2種類の竿はパタゴニアにで活躍した竿なんですね。でもう1本は 46C、 その3本でパタゴニアを回ってたんですけど、大きい湖ででかいトラウトを狙うときにこのロッドを使っていて、重めのねスプーン 30g のスプーンとかブンブン投げるのも良かったので、これ例えば今ん時期だと
鳩から、鳩っていうのは防波堤とかね、釣りしていいところでですよね、鳩から根魚をテキサスで狙うとか、そういう釣りにもいいですね。ただまあ柔らかいんで、障害物がゴリゴリのところは竿がこう入ってしまうんで、もっと固めの竿、まあ 78C とかの方がいいですね、そういう場所と、はい、で比較的オープンで所々に目があるような場所であれば、この竿は非常に面白いと思います。で、大きい魚も全然大丈夫なので、大物釣りっていうことにおいては、まあ、しなやかに相手の抵抗する力をいなしながら、少しずつ自分の手元に寄せてくるっていう竿になったんじゃないかなと思いますね。で、あとね、こう機能で言えばこれもね、見えますか ね、これ難しいね、ピントが合わない。これもトルネードガイドがついてます、ね、これゴーマレスと同じで、これも飛距離を優先するためにこのガイドがついてます。はい、あとはね、フックキーパー、ね、ここついてます、これね、エギを引っ掛けるのにもいいし、ルアーをここに引っ掛けて移動するときにね、使ってもいいしっていう具合です。これフックキーパーがあると結構便利なんで、他の竿にも全部つけたいかなと思うぐらい便利ですね、これがついていると。難しいね、でこれはフォーピース、フォーピースにね、フォーピースにね、フォーピースになってます。でジェットセッター 80S に関しては、来年1月が今予約できます。で本数もあんまりなくなってしまってるので、これを見てほしいなと思ったらもうすぐ行った方がいいと思います。いやこれね、次春になっちゃうんですよ、この製造の関係で1月2月っていうのが竿を上げることができなくて、やっぱ3月4月になっちゃう、おそらく4月になっちゃいますね。で、50S も同じで、50S は12月デリバリー分がまだ残っていて、まあ春のね、渓流解禁だとか、暖かくなる時期に間に合わせるためにはもう手に入れといた方がいいと思います。あとはね、ジェットセッター、来月、前も言いましたけど、フルモデルが揃うので、ジェットセッターの気になるモデルがね、この2本の他にもあったらちょっと見に行ってみてください。今なら予約できると思います。で全シリーズに、全モデルに関して言えることですけど、次が春になっちゃうんで、年末の、まあ、クリスマスプレゼント、自分へのクリスマスプレゼントとか自分ね、よく言うけど、自分への今年のご褒美で選んでみてもいいんじゃないかなと思います。はい、これジェットセッター50Sと 80Sの解説でした。でも分からないことあったらコメントでください。そしたらまた改めて答えるので、そういうことでまた。